なんか最近麻雀が面白くないな。あんなに面白かったのにどうしてだろう。こんなところに雀荘あったんだ。チェーン店しか行ったことないけど、こういうところも試しに行ってみようかな。始まりです。なんだそれ。4,800円です。あんな姉ちゃん、そんな急に点数言われてもわからへんわ。ちゃんと医薬行ってもらえるかな。スーパーでもな、500円が1点、800円が1点、全部でいくらって言うやろ。それと一緒やん。すいません。ピーチ1発つぼ、メロンポン3あんこ裏。なんやメロンポンって。メンジャーポンズです。そりゃ建物や。メロンポンやないで。建物や。おう、これは縦本言うんや。言うてみん。ビーズの縦本一発三万五裏。ああ。でいくら？4,800円です。はあ、あんな、うちは丸っぽや。丸っぽって何ですか？あ？丸っぽは丸っぽやのか。6,000と10,000。6,010,000です。でな、いちいち6,010,000っていうの面倒やろ。あ、だからな、突破や、突破って言うんや。突破って何ですか？姉ちゃんな、何も知らんでこんなとこ来たのか。社内が教えたるわ。突破はな、突破や。よし、全部最初から言うてみ。リーチ一発つも縦本3あんこ裏突破。でチップは何枚やこれ？一発と裏で2枚です。ああ、じゃあ2やな。突破2や。まああとは一発やなくて即やな。リーソクズモや。やってみ。リーソクズモ縦本3あんこ裏突破2。ええやないかい。なんや姉ちゃん、上がって嬉しくないか？いえ、嬉しいですけど、どんな手を上がっても淡々と申告するのがマナーだって教わりました。なやそれ。あんな、苦労して手作って上がったんや。嬉しいじゃないかい。この上がりってのはな、今は得点や。サッカーや、バスケ、野球、卓球、テニス、
どんなスポーツでもな、得点したら選手は喜ぶやろ。それや、もっと感情でしてあがれな。確かに。ああ、もう姉ちゃん特別や。とっておきの積もり方教えたら。積もり上げ。これ、これ、やってみ。あ、やって。積もり上げ。もっと声張らんかい。ああ、あかんあかん、全然。やめましょう。もう一回やってみ。積もり上げ。え。ちゃうねん、ちゃうねん。ほう、やったときに、つもり上げや言いながら叩くんや。あ、つもり上げ。ええやないかい。リーチ。姉ちゃんな、そんな危ないムスジ、そっと置いてどうすんや。はあ。あんな、そんな危ない牌切るってことは、姉ちゃんも勝負手なんよ。そんな勝負の牌なんてな、バチーンと切らんかい、バチーンと。でも強打はマナー違反だって教わりました。どこのマナー言ってんねん。ええか、勝負しとるんや。だからな、勝負しとる側は魂を乗せて強打するんや。ええか、今から追いつくで、追いついたるからな、覚悟しろよ。そういう思いを乗せて打つんや。そしたらな、こっちもな、おう来るんだな、来るんやったら勝負やっつってな、曲が熱くなるんや。それで麻雀が面白くなるんや。強打うんぬん言っとるやつらはな、麻雀が目的やない、マナーを守るのが目的なんや。そんなやつらの言うこと聞いとるとな、麻雀がつまらなくなってしまうわ。姉ちゃんの麻雀までつまらなくなってしまうやろうが。でも牌が割れちゃったりしませんか。ドアホ、そんなんで牌は割れんのや。こんなんでいいか、牌が割れるのはここや。ここにぶつけた時や。ここにぶつけた時に牌が割れるんや。牌が割れるうんぬん言ってるやつらは牌も割ったことない素人だけや。バカ抜かすな。確かに。あ、やってみ、やりました。あ、アホ、もっと勝負せ、もっと魂もせろ。ええー、やないかい。それロイヤは、おし、行くしかなしこちゃんや。あ、万がや。お、姉ちゃん何待ちや。チーソー待ちです。あ、チーソーやない、チャッソーや。そうなんですか。そうや、高校時点で持っとる。じゃあこれはチャーピンですか。そんなわけない、そりゃチーピンや。何が違うんだ。ええか、これはスッチャッソー待ちや。な、で、これがカンチャッソー待ちや。でな、これはペンチャッソー待ちや。だけどな、スッチャーピン、ペンチャーピン、カンチャーピン、こんなこと言ったら間抜けやろ。これってあなたの感想ですよね。だからな、ソーズだけはチャーソーって言うね。わかりました。わかったなら言うてみ。じゃあそう。ええやないかい。
ピッチ。わっしゃ。トリプルリーチ、おら。よっしゃー。え、何ですか。おお、何やってるんだ。姉ちゃんも早く畳んかい。え、どうしてですか。今全員リーチで熱い局面やろ。畳んでどうするんや。麻雀中に立ち上がるなんて聞いたことありません。あのな、例えばな、じゃんけんで勝負するとするやろ。勝った方が10万もらえるとする。そのじゃんけんでな、じゃんけんポンってやるか。まずは最初はグー、じゃんけんポンってやるやろ。この最初はグー、これが麻雀での立ち上がる行為。これと一緒や。だからな、立つんや。そうなんですか。ほな、ええから立て。やれ、わかる。はい。おい、おい。パーシュ。うらぁ。わぁ、わぁ、わぁ、わぁ。ところで姉ちゃん、さっきは見とったんやけど、もうパイせんのか。もうパイできないんです。アホ、そんなんやらんからできんのや。やってるうちにはできるようになるんや。あと、もうパイは傷になるからやらない方がいいって教わりました。あのな、麻雀をする上でもうパイは必須や。ええか、わしらはいわばくじ引きをしてるんや。それはなんや、この淡々と引いてどうすんや、こうやって。この淡々と引いてどうすんや。はあ。でな、もうパイするとな、こう持ってきた時に、お、この感触はってなるんや。そしてな、こう見たら、その牌が手に入る。この触った感触、その時のドキドキが楽しい。そうなんですか。だろうな。まずは形だけでええから、わからんで、ね、やってみ。どうやるんですか。ええか、まずは親指と中指がこう縦につまむんや。そしたらな、こうや、挟むよ。挟んだらこう中指でこうスキャンするや。こうこうスキャンして持ってくんや。もう入って親指でやるんじゃないんですか。中指でやった方がかっこいい。確かに。これは幻想だ。ええやないかい。ああ。なんやその倒し方。上がった時は必ず両手で倒すのがマナーだって教わりました。片手で倒すと怒られます。なんやそれ。両手で倒す必要ないのに両手で倒さなあかんって、それおかしいやん。片手倒牌は煽り行為として捉えられるみたいですね。不快に思う人も多いです。なんやそれ。あのな、相手の行動が不快になる時ってのはな、相手の行動がマナー違反だと知った時や。麻雀始めた時のことを思い出してみな。ドラを切る時は強打するし、漫画の真似して変な倒し方したやろ。その時どうやった。楽しかったやろ。それなのになんで強打したり嬉しさを出すことがマナー違反になってるのか。それはな、それがマナー違反だって教えるやつがいるからや。
そいつの言うことを信じてな。ああこれはマナー違反なんだ、自分もマナー守らなきゃってなってな、他の人がマナー違反出るのを見てあの頃は何とも思わなかったことも不快に思ってしまうんや。麻雀が楽しくなくなってしまうんや。ちょっと音が鳴って不快に思ってしまう人とな、大抵のことは笑って許してくれる人と、うつのどっちが楽しいや、言うてみ。笑ってくれる人です。そやろ、だからなこんな一杯の灰を両手で倒す必要なんてないんや。この裸短期ってのはなこうやって上がるんや。ロンイエーやってみドン。えらかい。おおおお、あ、くるぞ、投げたらいい。あんなぞや、来やったらやったらこら、おい、行くぜ、わしも行くぜ、わしも行くぜ、わおい、つきましさあ、行くしかなすこちゃーらーどうすいえうんうんうわやめんたんそくずもさんぴさんぴさんぴはなうらとっぱつ。もう全然早いなもん、あんなのおっちゃん、そんなチャスをどっくらっとねえ。うわうわあわっとんのかや。ドラドラ突破。ああ、姉ちゃん、麻雀楽しいか。楽しいです。ええー、やないかい。